鉱山族は講義には台湾原住民の総称。協議には台湾原住民の内観化しなかった部族の総称。観化が進んだものは平ら保族と呼ばれる。台湾原住民のうち、山地や東海岸や離島に居住し、肝心への同化が進まなかった民族を指す総称だが、現在はほとんど用いられない。人口は約50万人。新朝時代には 日本統治時代初期には、正番と呼称されていたがと呼称された、日本統治時代中期である1935年6月4日に、台湾総督府が交付した、国交調査規定において、先住少数民族に対する差別的呼称、正番と熟番を高砂五族と平補族に改正した。この改正は、秩父宮洋人親王の要請によると言われている。 また、鉱山族には、首狩りの習慣があり、漢人や日本人にも首狩り族と恐れられた。中華人民共和国は、中華民国はすでに消えた国家である以上、台湾は中華人民共和国の台湾省であると主張しているため、鉱山族を中国における55の少数民族の一つとみなしている。なお、2010年現在、中華人民共和国が統治している。 領域内に居住している、鉱山族は4009人であり、多くは、河南省や福建省、厚生省などに居住している。発表順、ありがとうございます。